変身。やべえ、仮面ライダーになれる。 DIY 初心者中級者におすすめ、スピード調整とクラッチ機能で幅広い材質に傷をつけずに組み立てすることができる、樋口一葉1枚で買えるコスパ良しなアイリスオーヤマの電動ドライバー、おすすめです。結構なんかこういった入り組んだところでやるときはボンバーめちゃめちゃ便利ですよ。よー、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、電動ドライバーを紹介していきたいと思います。まずですね、この電動ドライバー買った理由なんですが、まず一つ、実はですね、うちに電動ドライバーが一本もないということです。なくてもいいけども、あった方が確実に時間短縮ができる。過去にですね、これロフトベッド、はい、この時ね、電動ドライバーあるのとないのとで全然スピードが変わります。まあ、過去にね、監督いろんなね家具を作ってきましたが、というわけでですね、アイリスオーヤマ買わせていただきました。で、なぜこちらのアイリスオーヤマ買ったかと言いますと、まずこのブランドアイリスオーヤマ安定だよね、コスパいいところというわけで購入させていただきました。で、早速ですね、開封していきたいと思います。充電式ドライバードリル JCD28。 本体の他にですね、こちら取扱説明書、ビットセット10種、こちらプラスビットが4種類、マイナスビットが3種類、六角ビットが3種類の合計10種類入っております。2つ箱が入っておりました。こちら AC アダプタセット、そしてバッテリーとなっております。監督ですね、今までですね、こちらのドライバー1本でいろんなものを組み立ててきました。まあ悪くないんだけども、時間がかかるよね。こちらかっこいい、袋から出します。かっこいい。このデザイン、仮面ライダー4で、こんな白とさ、黒のさ、サブライダー。ではね、はい。で、今現在ですね、バッテリーパックが付いておりませんので、何も回りません。ではですね、一旦つけていきたいと思います。お。このね、バッテリーパックのね、装着感がね、最高なんだよね。見て、これ。いきます。変身。いいね。重さがですね、バッテリーが 220g、 まあ合わせまして約 1kg 程度ですね。まあずっと持ってたらちょっと重さを感じるのですが、思ったより軽い感じがしました。そしてこの本体なんですけども、バッテリーはですね、まあ、約60分でフル充電となっております。こちらですね、ランプがついておりますので、緑が通電中で、赤の点滅が充電中で、赤が消灯しますとフル充電になったというサインです。そして接続の方法なんですが、こちら AC アダプター、バッテリー付け方がですね、こうしてとすることによって充電することができます。はい、ちょっと取説見ていきたいと思います。はい、簡単に機能を説明していきたいと思います。見れば分かりますが、ここら辺のライトがついてるんですけども、押すことによって光ります。なので手元が見やすくなります。で、あとこちらのスイッチ、これだと閉める、で逆の方こっちを押すと緩めるというですね、このね、切り替えスイッチがついている、この便利さ、今のドライバーってすごいな。で、あとこちら、速度を調整することができます。軽く押すと、強く押すと、はい、この握り加減によってスピードが変わります。続きまして、クラッチ機能。クラッチとは何ぞや、というわけでですね、クラッチはですね、別名減速機と呼ばれております。ドライバーの回転数の上げ下げを調整する装置をクラッチと言います。そのクラッチがですね、ここに数字の番号が書いてるかと思います。こちらで、こっちかな、切り替えることができます。はい、このクラッチ機能なんですが、取扱説明書をですね、見ますと、大きな力がかかってもクラッチによって回転のトルクを調整することができます。数値が低いほど弱く、数値が高いほど強くネジが締まります。このマーク、はい、こちら穴を開ける際にこの位置に来てるところで数値がですね、機能するのですが、はい、今合わさったんですが、こちらだと穴開け機能専用に切り替わります。ここにですね、10個ビットが付いておりますので、まあ一番使いやすい無難なこちらかな、こちらを付けたいと思います。この部分をここに挟める形になっております。回します。はい、お分かりいただけましたでしょうか。この口の部分が開きますので、ここにセットして、あとは閉めていきます。はい、閉まりましたね。
で、あと外すときはですね、こちら回します。回すともうこういう感じで取れます。ワンタッチで切り替えることができます。これは便利。高速と低速2段階に切り替えることができます。押す加減によってスピードが変わるので、繊細なネジ締めをすることができます。そして、LED ライト、こちらですね。はい。暗い中とか、あとこの差し込むときね、結構なんかこういった入り組んだところでやるときは、このライトがめちゃくちゃ便利ですよね。はい、ただこのライトなんですけども、スイッチではなく、この回してる瞬間だけつきますので、ご注意ください。というわけでですね、今回はこのアイリス大山、樋口一葉で買えちゃうドライバーを紹介させていただきました。DIY 初心者の方、あとドライバー家に一個持ってない方ですね、コスパが良くてめちゃくちゃおすすめだと思います。はい、今回ですね、こちら簡単に紹介させていただいたのですが、実際にこちらを使っている様子はですね、今後あげる牢屋のテレビボード、こちらのですね、組み立てを、このドライバーを大活用してやっていきたいと思いますので、どんな感じでできるのかっていうものを見たい方はですね、ぜひ、チャンネル登録をして、次の動画お待ちください。はい、ではまた次の動画で会いましょう。